フォルヒテンベルクは、ドイツビュルテンベルク州、ホーエンド、フォルヒテンベルクは、1298年に、初めて文献上で研究されている。この70年ほど前に、デュルンハク・コンラートにより、城塞が築かれた。村落としてのフォルヒテンベルクは、比較的早くから、城塞の城下町として開かれた。名前は、ボア・デムベルクに由来する。デュルンハク家が断絶した後は、 ホーエンド道エケの所領となった、帝国代表社会議主要決議により1806年にホーエンド道エケの所領はビュルテンベルク王国領に統合された。この時、フォルヒテンベルクはオーバーアムとエリンゲンに編入された。1926年にバルデンブルクまで付設されたコッハータール鉄道によりこの町は経済的発展を遂げた。1972年の軍の再編でこの村は、 新たに創設された、法遠道へ軍に属すこととなった。1981年に、コッハータール鉄道の旅客輸送は停止された。フォルヒテンベルクは、以下の地区からなる。フォルヒテンベルク、フォルヒテンベルク地区と居住区、ノイビュルフィンゲン、ラウフブッシュ、バルトフェルト、エルンスバッハ、エルンスバッハ地区といくつかの入植者、農場、ムートホーフ、ビュシェルホーフ、ムートホーフ、シュライアーホーフの、 各地区、ジントリンゲン、ジントリンゲン、シース・ホーフ、及びいくつかの入植者のお城、ジントリンゲンは、1323年に、バインスベルク家が都市権を与えたという記事で、初めて文献に登場する。一旦宗教改革がなされたにもかかわらず、16世紀に、カトリック系の法塩堂エヴァルデンブルク・バルテンシュタイン、家の所領となった。 軍事的防衛力に基づきジントリンゲンの市民は、プロテスタントの信仰を守った、ボールムートハウゼンボールムートハウゼン、ハーバ,ーバーホーフ、ホーエンザル、メッツドルフ、オルバフハスホーフ、シュバルゼンバイラーの各地区市役所、第二次世界大戦後の市長を列記する、赤字に銀色で翼を持ち武装した人物が、銀のドラゴンと戦っている図柄、フォルヒテンベルクは、 コッハーイコールヤクストイコールターバー地方、コッハーベルク大地区に属すはイン長である。ホルヒテンベルクの重要な交通路としては、東西方向に走るコッハータール通りがある。この他に、多くの道路が、各地区間や近隣市町村の間を結んでいる、方園道へ軍近郊交通のバス路線が、中級中心都市のエーリンゲンやキュンツェルザウあるいは、近隣市町村を結んでいる。ホルヒテンベルク、 エルンスバッハ、ジントリンゲンには、スポーツ、多目的ホールがある。ホルヒテンベルク及びジントリンゲン体育館のほかに、文化活動に利用されるエルンスバッハ、パハトホーフショイアーという施設がある。ここは、小市民ホールとしても利用される。ホルヒテンベルク旧市街、コフハー川沿いの旧市街の眺めホルヒテンベルクは、一部、保存されたり復元されたりした史壁を有する中世の、 旧市街を持つ、市の中核部を見下ろす高台には大きな丸天井の地下倉庫を持つ城石が残されている。市中核部の下方には、かつての石膏の切り出し場がある。旧市街全域、遺跡や墓地境界は、文化財保護の指定を受けている。人鳥人間も、一部再建された死壁を持つ、中世の佇まいを持つ。人リ人間の市の水車小屋や、人鳥人間城も重要な建造物である。 ありがとうございます。